これがススキの葉っぱです。今日はススキの葉っぱでロケット遊びをやりたいと思います。気をつけてほしいのですが、向きによっては引っかかりますね。引っかかると怪我をしてしまいます。気をつけて、ですから向きを間違えないようにしてください。こう触って引っかからなければ結構です。これを、真ん中を残して、このように、3つに切ります。少し丸まっているので少し伸ばすといいかなと思います。ではやってみます。見ててください。このように挟みます。やってみます。 1,2 のピューン。はい、もう一回やってみますね。はい、向きを必ず間違えないでください。少し葉っぱをひねるといいかなと思います。もう一回やりますね。はい、真ん中を残します。人差し指と中指の間に挟みます。うまくいくでしょうか。 1,2 のピューン。はい、それでは、こうやって遊びます。皆さん怪我をしないようにですね、これがススキの葉っぱですが、遊んでみてください。これで終わります。はい、皆さんこんにちは。今日はススキの葉っぱでロケット遊びをしてみましょう。ススキの葉っぱがありますが、手で切ってもいいんですが、ハサミなどを使うと簡単に切れます。向きをがありますが、間違えないようにしてください。このぐらいの長さに切ります。手で触るとこれだと引っかかりません。反対にすると引っかかります。ですからこの向きを気をつけてください。少し曲がってますので、少しこうやって伸ばすとやりやすいかなと思います。3つに、葉っぱを3つにこのように切ります。そして、手の間に、人差し指と中指、こんな感じで、挟みます。それでは今から飛ばしてみますね。飛ぶでしょうか。ピュン。はい、もう一回やってみましょう。はい、向きを間違えないようにしましょう。3つに切ります。そしてまた、人差し指、中指の間に入れます。少し、しなるってますので直すといいかなと思います。では飛ばしてみますね。 1,2 のピュン。はい、これが、ススキの葉っぱですが、ロケット遊びができます。いろんな草花で遊んでみてください。怪我をしないようにしましょうね。はい、これで終わります。